あれどこ？ということで、今日僕が一人でいるということはやっていくのはそうなんです。ドッキリなんです。今日やっていくドッキリは、バックマンにステーキを焼いてあげてみた。正式に撮影で今日ここに集まるようになってて、あいつはいつも来るときに何かしら買ってくるんで、私がいつも買ってくるね、飯を食べるんで、それを取り上げて、はい、であいつをもう拘束して、はい、で目の前でステーキを焼きます。まあ調子乗ってるからね最近。そうで、ステーキ焼いてついでにあいつも焼きますはいということで、その様子をこの画角に収めて見ていただけると、我が人生に一平の悔いなし、この上なき幸せということでやっていきまーす。肉を食べるとき、ナイフとフォーク以外に欠かせないものは何かな。僕だよ。多分もうそろそろ来ますね。もう来る、多分来んじゃないか、連絡も入ってたし。一人騎乗縛るな、またやんのお前何し、だい、え、何してんの。はい縛れ何しようじゃん。お前はないや、お前もないやね。こうして、こうかな。やめといた方がいいと思う。やめといた方がいいと思う。これで多分動けないから。じっとしてけよお前、そのまま。だいぶじっとしてるよバカ。誰がねえじゃあやっていくか、早速ね。ちょお前そこって、ちょお前そこ、ちょごめん。おい、びっくりした、びっくりした、何やめて。あすごいよ、すごいよ、すごい。お前、あの、言っとくけど、めっちゃ外に聞こえてたで、なんか外でお前、一人騎乗位で聞こえてたどっから線越えたほうがいいんだよ、そこまで。そんなやつおるわけないやろ。あっ、お前返してよ、おにぎり。そこって、お前。はい、じゃあ早速始めていきます。今回、ご用意したのはこちらですね。はい、いい関係ないやないか。こちらですね。おにぎりはい。まずこちらですね。特選英語等級仙台牛ですね。すごい。こちらです。特選と書いてますね。素晴らしいですよ、これ。こちらから入れていきます。ステーキをね、焼いていこうと思ったんですけどね。重大な味噌を貸してますね。なんと、私、油を忘れました。ありました。はい、はい、じゃあね。まずじゃあこれと絶対いらない。でも絶対何それ持ってるやつ。もうそのシャベルみたいなやつ。これシャベルです。これシャベルやん。じゃあ分かるやん。これシャベルですね。じゃあちょっと砂場やね。これ砂場かってね、これね砂場ですって僕から聞こえてた。はい、じゃあ早速ね、でこの綺麗な、見てください、この刺しを。うまそう。もうこのままいってもいいぐらいですよね、この肉は。ちゃんとやってんの。ここはいいんだって。やってる、ちゃんと。せめてちゃんとやってこないって。何ドックやな。な何ドックやねんつって言うな。はい、じゃあ行きます。ちょっとこれ、まずちょっとね、油が敷けてないんで。あ、でももう油出てるわ。柔らかいんですよね、肉が。なんかもうね、半分にちぎれそうですね。あー、ちょっと見せたいな、視聴者の人に。これをこの映像を見せてあげたい。残念です、もう帰りづらいことがすごい。
肉っていいなぁ、みつおってね。置きましょう。1回目これですね。じゃあ次行きましょう。次こちらドン、国産牛つってね。これね、ローストビーフ用です。やめろ。今度じゃあ筋切りしましょうかね。筋切りっていうのはね、あの脂身と、身の通常の身の境目をこうサッと入れるような、やり方ですね。これ必ずやってくださいね、皆さん。これやってください。こちらです。いきますね。こちらです。こんぐらいかな。結構これ、まあ、サシがあるから。あ、ちなみにこれあの、なんでやるかっていうと、あの焼くと、焼くとね、肉がキュッてちっちゃくなるんですよ。それをあの切ることによってね、こうキュッてなるのをこうとどめるのよ。そうすることで肉がこうパッと広がる。縮まらない。でもローストビーフもね、焼くんでね。おい、いや、それなんか、なんか飲みに来たやつ。皆さん肉好きですか？肉嫌いな人は手あげましょう。皆さん画面の向こうの皆さん、ね、嫌いですっていう人は手あげてくださいね。で、あげた状態のままちょっとこの動画ちょっと最後に見てください。やばっ、これやばい。うん、うまっ。やばいよこれ。これやばっ、ね、うまっ。柔らかっ。めっちゃ柔らかいよね。あの口に入れる前に溶けました。すごい、こういうことあるんですね、世の中に。揚げてみて、一回ちょっと断面見てみるか。その前にね、元気なくなってきたの。長すぎてるの。久しぶりかな。いや、来るこっち。いいの？なんかお腹がさ、外してるから。空気清浄機になってんだよ。まあでも店に出る肉こういう感じなんだな。これでいっちゃいますよ。いや、お前それプロがやるからええんやんって。お前素人やって大丈夫か。お前お腹痛くなるんじゃん。まあなる可能性もありますけど。やめてくれ。しょうがないっす。おにぎりじゃならんのよ。包丁の切れ味が悪い。重い。ちょっとこれまあもうちょい焼くってありでね、こっから。めちゃくちゃ赤いやないか。1個ずつこっから。カツオや。カツオぐらい赤いや。焼けよ、それ赤は。あのこれ手で持つと切れやすいっすね。足りないの？もうサクッと切れちゃいますね。全然これ手の力使ってないんですよ。嘘つくんだよ。ゴリゴリ切ってる。手をね、手をスーッて下ろすだけでこうやって切れちゃうんだよね。そうこうやってこうやって。もう全然手の力使ってないですよ。ギコギコしてるやん。全部がついてる。ちょっとここでこういう風に。さすがにね。これはもうできてる。完全に。何から切り替えてるの？泡立て器使えや。これね、素晴らしいね。左手不自由やろ。はい、ということでね、じゃあ次ソースを作っていきます。ちょっとじゃあレシピを。レシピ。出してもらいます。入れとけよ、頼むな、それだよ、お前。スプーン一杯大さじと見立てようかな。あ、もう、まあ、いっか、ここで見るようにしようか。なんでやねん、ここで見たやん。キッチンで見たやん。じゃあお前、どうせ忘れんねん、お前、アホなんやから。いつまでこの近くにしに来るのか。持ってけや、携帯。はい、で、次がもう、だから言うたよ。携帯持ってきてあんた覚えられた。水止めや。ちょっとあんた水止め、ちょっと待って。ちょっとあんた水止めや。醤油とみりん小さじ1で、赤ワイン大さじ1、バター小さじ2分の1。絶対無理や。お前絶対無理やで、ね、醤油を、これ少なくね。え、醤油小さじだっけ。ほらほら言うたやん。水ちょっと追加しますね。関係ないやん。で、目分量やん。これみりんですね。あのザバスに入ってるんですけど、みりんです。入れますと、これワインですね、これね。おい、もうやめろ、キモいって。うん、欲しいっすね。大丈夫？なんかチャリチャリ言ってるって。で、人にチャチ言うよ。人にチャチしたら、うん、バターを入れますね。うん、チャリチャリ言ってるから。あ、すごい。あー、香ばしい。ちょっと醤油強いんじゃないかな、これ。あ、そう。あ、こう肉にかければ
ちょうどよくなると踏んでます。端っこでかけるやつおる？そんな冷蔵庫の端でかけるやつおる？完成です。長いよし食え。おにぎりはやんでしょ、もう肉あるし。そうか、えぐいて。そうやな、うまい、ほんとめっちゃいいや。なんか溶けてくやっぱり。うん、めちゃくちゃ柔らかい。いいね、高い肉って柔らかいんだね。どれぐらい柔らかい？鷹の花の片肉帳ぐらい柔らかい。めっちゃいいこれ。めっちゃステーキって感じ。